番採用されてる SPI からやりましょう。現実的に考えてエントリーしないと内定しないんですよね。どうもこんにちは、シュンダリーメンバーのことこです。今回は2024年までもう残り2週間ということで、まだ就活は本格的にはできていないけれど、何もせずに年越しするのは嫌だっていう就活生に向けて、これだけはやろうという3選を紹介する動画になっております。本日のゲストは P&G ご出身で確実内定の著者でもあります土井さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では簡単に自己紹介をさせていただきます。そう、私はですね、慶応を2012年に卒業して、そこから P&G とルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーグループで、マーケティングを担当して、そこから独立して今経営者をやっています。学生時代からですね、外資就活 .com さんやワンキャリアさんで就活支援をしていたので、気づけば就活マニアの謎のおばさんになりました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは早速、この2週間でやるべきことの1つ目をお伺いしてもいいですか。はい、1つ目が一番地味なんで、がっかりしないでください。1つ目はウェブテスト対策です。でも地味だから誰もやらないですよ。本当に恐ろしいほどみんなウェブテ対策しないんですね。でみんな、なんかとりあえず本は買うんですよ。で満足して、で実際のウェブテを受けて惨敗するまでは何もしないんですよ。もったいない。なぜならウェブテストって難易度めっちゃ低いんですね。中学参考書レベルだから復習すればできるんですけど、すごいスピードで解かなきゃいけないんですよ。なんでサクサクとできるように復習をしっかりしてほしいんですね。例えば A 社さんはこのウェブテスト、 B 社さんはこのウェブテストみたいな感じで、会社によって採用しているウェブテストが違っていて、じゃあどれから対策すればいいのってなると思うんで、まずは日本で一番採用されている SPI からやりましょう。で SPI は SPI3 って書かれてるやつと SPI っていうのがあります。同じものなんで安心してください。 SPI のバージョン3が今の、まあ、SPI なんですね。今売ってる参考書は全部3のバージョンなんで大丈夫です。具体的にどのくらい頑張ったらいいってありますか。結果重視でいきましょう。ウェブテスト対策で目標にすべきなのは最低6割、できれば8割取ることです。SPI で、模擬テストを受けてください。ネットで受けられます。6割っていうのは大体の会社のウェブでの最低ラインで、8割取れると総合商社みたいなトップ企業とかでも通るラインになってきます。ちなみになんですけど、どの会社がどのウェブテストを扱ってるかって具体的に分かったり。基本分かります。どこで分かるかっていうと、他社を出して申し訳ないですけど、ワンキャリアに大体載ってます。ワンキャリアに会員登録すればそこでどのウェブで使われてるか過去の履歴載ってるんで、それで調べてもいいですし、あとなんかウェブで企業一覧とか、例えば SPI 企業一覧とかでも結構 Google で出てきます。なんで、まずはウェブでのまあ代表的な一覧を調べると、あるいは本当に行きたい会社ができたら社名、ウェブで種類とかでも本当に出てきます。結構今ネットに落ちてるんで全然安心してください。自分が本当に行きたい企業をリストアップしたとして、その中で全然 SPI ないじゃんってなったら、 SPI やるべきかっていうと、やらんでいいです。そういう場合は全くやらんでいいです。SPI なんてことはもう全部忘れてください。でそこで採用されているウェブでの対策を徹底的にやってほしいと思います。それでは2つ目をお願いします。2つ目は自己分析です。具体的に自分一人でも始められる自己分析とかってありますか。あります。心理テストを受けちゃうことですね。最近だと MBTI ってあの16タイプのやつめっちゃ流行ってますよね。あれ受けてもいいと思いますし、あとはストレングスファインダーっていう、その人の強みのトップ5を出すっていう心理テストが結構社会人の中では人気です。でこういうのを受けると何がいいかっていうと、要は社会的に自分がどう見られてるかっていうのが分かるので、それをどうやってじゃあ自分のエピソードを補強していこうかって戦略を立てられる、まあ、分かりやすい診断結果になると思います。これをやりすぎるとちょっとなんか自己嫌悪というか深みにはまりません。そうですね。そうじゃないよっていう話をしたいと思います。自己分析って別にあなたは何のために生きているのかみたいな話ではなくって、就活で、まあ、そつなく私ちょっと会社員やりそうなんですけどって見せるために、どんな自分を見せていくかを決める、っていうプロセスです。例えばなんですけど、私って多分人生振り返ってみると、まあ、周りからちょっとつ盲信というか、とりあえずやってみるタイプって言われること多かったなって思ったら、じゃあこれ強みにすっかと、じゃあこれをもとになんか自己 PR とか作ってみよっかな、それに合うエピソードで言うと、あ高校時代にこういうことしたな、よしそれ出していこうとか、そういうふうに戦略的に自分のどっ
こを切り取って、で面接とかエントリーシート書類ですねに書いていくかを決めていく作業なので、そんなこう私とはみたいなことはやらなくていいです。むしろ、周りから見た自分っていうのがどういうキャラで、どういう風なところを強みとして切り取って見せようかなっていう考え方をしてください。もう一つ言うと、ネガティブな人って慎重だって言いますよね。決断に時間がかかるってことは他の人に考えてるんですよ。あるいは友達が少ないってことは一人一人大事にしてるって言ってもいいと思うんですよね。というふうに、その自分を責める方向ではなくって、今の自分をよく切り取るとどう見せられるかっていう考え方をぜひして自己分析を進めてください。次に3つ目もお願いします。はい、3つ目はエントリーしまくることです。現実的に考えてエントリーしないと内定しないんですよね。例えば厳選した3社しかエントリーしなくて、3社落ちたらもう就活留年すんのみたいになるじゃないですか。なんで意味わかんないからエントリーしてください。エントリーしまくれって言っても、まあ、基本的に皆さん会社を、ね、知ってからエントリーしたいよって話があると思うんですね。で最近はやっぱりそういうのを調べられる便利なサービスが増えてて、で例えばこの数年だとジョブ TV さんっていうところがめちゃめちゃ伸びてて、僕はですね説明会の動画を1000本持ってるんですよ。なんでなんかあらかた知ってる会社の説明会はネットで、しかもなんかどんどん早回しなく見れるっていうところで、すっごい便利だなって感じてます。志望動機はその後自分が責任を取って考えればいいわけで何がいいかっていうと、説明会に誘ってもらえたりするんですね。そうしたら説明会で話聞いて、あ、なんか知らなかったけどいい会社じゃんとか、この会社の社員ってみんなめっちゃ楽しそうに働いてるなとか、なんか雰囲気私に似てて居心地よさそうとか、そういうのが思わぬ出会いとして見つかるはずで、むしろその説明会とかを採用側がする理由って、そういう運命の出会いをしてほしいからなんですよね。ちなみに私は70社エントリーしてました。エントリーしてから実際選考が始まった中で、まあ、まずウェブってる我々落ちるじゃないですか今度エントリーシート出すって時に、じゃあエントリーシート出しきれんなって思ったら、初めてそこでじゃあ来週締め切りの何社の中でここはちょっともう諦めようとか、そういう風にどんどん落としていけばいいんですよ。なんで全社エントリーするイコール全社最終面接まで行くわけじゃないんで安心してたくさんエントリーして、そっから選んでいってほしいと思います。先ほど70社エントリーされたっておっしゃってたと思うんですけど、どういう風に選ぶかいいのか教えてください。はい、皆さんが意外とやってないのが働き方の条件で検索することです。例えばワークライフバランスで検索するとか、あるいはその丸の内オフィスで働きたいなら丸の内とかで調べるとか、そういうキーワード検索をすることで、まあ、自分の働きたい理想の条件の会社っていうのもぜひ入れ込んでほしいですね。そうすれば、まあ、最悪全然会社の仕事興味ないけど、でも私丸の内の OL なんですよねみたいなそういう希望は叶ったりするわけで、そういった意味でも何か興味を持てるキーワードを働き方の条件でもいいし勤務地でもいいし入れたらいいと思います。あとはなんか面接の練習とかも JobTV さんでできて、そのままエントリーできるらしいので、すごい大変そうじゃないですか、エントリーしまくるって。でも実際にはなんか結構なんかネットでポチポチしてなんかタブレットタプタプしてればできるっていうことで、まあ、スマホで寝転がりながらでもできますしこういう説明会があるんだふーんほーへーはーっつってそのままエントリーできるので、あの最近はすっごい便利になったって意味で、なんか頑張るぞ2週間っていうよりはなんかふーんっつって今日からですね、あの上を向いてあの枕元でやってもらえるようなあの簡単なことから始めたらいいなと思います。ジョブ TV が気になった人は LINE の友達でジョブ TV さんを追加すると、そのままアドバイザーさんと無料でそのまま面談して、まあ、オンラインで相談できるらしいんで、ぜひぜひですね概要欄から見ていただければと思います。皆さんも残り2週間を有意義に使って気持ちよく年を越しましょう。小石さんの確実内定気になった方は概要欄チェックしてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。では、せーの、じゃあな。ここで旬ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単、概要欄からチェックしてみてね。